まんま流引き寄せの法則を伝授。自我は引き寄せられない。引き寄せられるのはまんまのお前なんだぜ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だぜ。 Oh my god。 ヨッピータカピーヨピカタカピロチャララン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 チャラ、悟りマスター、こんな俺やけども、悟りを広げて宇宙の真理を得た男でございますよ。つってね、肩書きがまた間違えちゃったね。チャラサトリッチマスターでございましたね。つってね、細かいとこだけど大事大事っちゅう感じなんですけども、チャラいのに真理ドゥ真ん中のお前なんてなんて、チャラいのに真理ドゥ真ん中のお前ごとチャンネル、今日も、行っちゃう。Here we go! ということで、マーパーのチャラサトリッチマスター20でございますよ。って感じでね、今日はテンション上がるテーマを愛するお前のために持ってきたよっていう感じなんだけども、今日のテーマはですね、まんま流引き寄せの法則だよっつってね、引き寄せの法則、数年前にブームになって難民だらけになって、結局何やったんやろうってね、ツッコミを何やったんやろうってツッコミをね入れまくってる人が多いんやないかなっていうことなんですけども、これはですね、実はっていうか、まあ知ってる人も多いと思うんですけども、引き寄せられるのは自我じゃないよって言ってね。じゃあ、何が引き寄せられるのって言ったら、そう、まん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 まのお前だよーということで、神回だかんねよ、チェキラッチョめーということでね、このドゥが見ますと、まんまのお前に目覚めちゃえば、愛も、富も、すべて手にして豊かになれる、わーおーわーおーわーおーつね、厳正利益、みんな大好きでしょみたいな感じでね、ちょっと笑っちゃう感じなんですけども、あのね、引き寄せの法則っていうのは、まあ、何こうしたら引き寄せられる、ああしたら引き寄せられるじゃなくて、すでにもう引き寄せてるよっていうことなのね。この視点ね、この視点をまず取り戻すっていうのが、まんまのお前に目覚めるっていうことなの。で、まんまのお前に目覚めるにはどうしたらいいのって言ったら、そう、悟りおっぴらいてーってね、悟りおっぴろげるとまんまのお前に目覚めるよってことなんだけども、すっげーまん、すっげーまんってなんだろうね。すげーシンプルすぎて簡単すぎて、もう東大元暮らしで、まさかまさかのね、まんまに目覚めるなんて言うとすげーなんかまた難しいんじゃないかなって思っちゃうかもしれないけども、もう噛んじゃうけどね、これはね。そのまんましかなかったやんけ、まんましかなかったやんけっていうことに気づけばいいだけなの。ね。このまんまから出れた人がいないわけですよ。ね。それをね、まんま、本当の自分つってね、探し回ってるんですけども、すでに本当の自分も何も、まんまのお前は、そのまんま、そこにあるよっていうことに気づくわけね。そうなると、まあ、自我っていうのは要するに思考のことなんだけど、思考がだんだん、こうしなくちゃ幸せになれない、ああしなくちゃ幸せになれない、ああやらなくちゃ愛はつかめない、こうやらなければ豊かにはなれないっていうね、その幻想から解き放たれて、ね、感情もバーっておっぴられて、要するにまんまのお前っていうのは、素直な、なそうなお前だよ、ちってね、純粋ピュアなお前だよ、ちゅうことなのね。で、ハートおっぴろげて、どんな気持ちも全部感じて、オッケーっすね、ポジティブもネガティブの感情もどっちもオッケーっすね、あれがまあまあっすね。そんな感じになりますと、お腹の中に詰まってた感情がね、どんどん解放されていきます。ね。そうすることで、腹の奥底に眠ってるミポリンね、腹の本音、要するにお前の魂の純粋な欲望が取り出されていくよってね。で、そんな時にはもうまんまの今とまんまそのまんまピト中って感覚がすげえ深まってるから、なんもしなくてもまんまの今まんま生きてれば、なんだよおい、愛来ちゃうじゃん、幸せ来ちゃうじゃん、お金、富、豊かさ、仲間、うわすげえ、健康つってね、おー
全部叶ってくよーっていう感覚になっちゃいますから。で、その時にはもうこれを願う、あれを願うじゃなくて、ただ意図していくだけ。ね。こっちに意識を向けようってね。あとはママの今にリラックスしとこうって、ワオー、ワオー、ワオーってやってると、勝手に引き寄せ起こるよーっていうことを。ただね、みんなこれ逆をやってるんですよ。真理はエブロです。逆、逆っていうことなのね。みんな、その、なんていうのかな、ハートを開かない、要するに、素直にならずに、頭だけで引き寄せよう、引き寄せようってやってるから、それ引き寄せ、まあ、られないっていうのも、まあ、変なんだけどね。この思考が右往左往していることすらも、まんままんまなんだね。それが気づいた時には、まんまに気づいたまんまに目覚めた時には、過去のなんか思考でぐるぐるしちゃってた時も、それもまんま良かったやないかって感じになってくるんですけども、あえて、ね、まあ、ステップというか、本当のね、まんま流引き寄せの法則っていうのは、まあ、結局宇宙の、まあ、真理なわけですからね。それに目覚めるには、まあ、その思考でこうやるっていうんじゃなくて、ね、腹から生きる。そのためには、ね、この思考と腹を繋いでくれる、マンマミーヤのハートを広げて、素直になってね、っていうところだけな、だけな、だけな、だけななんです。ね、だけな、だけな、だけななんです。つってね、何も面白くないね、本当にね。まあそんな感じですかね。まあ例えるんだったら、なんちゅうのかな。一生懸命ポジティブシンキングにすれば引き寄せられるとかって思ってる大バカさん、大バカさんがいるんだけども、それは絶対叶いません。そうじゃないんですよ。ね。頭でポジティブなことを考えればいいじゃなくて、勝手にまんまにくつろいでいるんできて、なんだまんまでよかったやないかってなってくると、ね、腹の素直なお前の魂の欲望がどん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 取り出されて、素直になったら、もうね、なんていうの、勝手に行動していくから、あ、なんだ私これだったやんっすよ。なんだもうこうやって生きていこうっすよね。気づいたのに、ね、自由を取り戻したのに、ね、なのになぜ不自由さを選びますかって絶対選ばないんですよ。もう気づいて取り出しちゃったら、まあそれがどん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 現実化してっちゃうから。まあね、これは本当に簡単すぎて、もう簡単すぎての簡単すぎてなんでびっくりなんですけども、急にこのヨッピーの話を聞いてもそうはなりません。ね。緩んでいかないと、ね、もうすごい鎧を身につけて、まんまじゃダメ、まんまじゃダメってね、頭が一生懸命お前を抑え込んでコントロールしようとしてきたところを、パッカーン開いて、ハートを広げて、丹田ね、この腹その前に詰まってる、このお腹に詰まってる感情、わお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 ってちゃんと愛してあげないと、ね、認めてあげないと、抱きしめて、イエス、ワンネス、ラブしてあげないと、まんま流のピキオスの法則は使えないよ、っていう感じなんですけどもね、ただまあ、もうそこに目覚めてる仲間はすげえいっぱい増えてるから、ね、本気でというかまあまあなんだろうな、もう魂目覚めさせようって決めてる人は先に決めちゃえばいいだけなのね。悟りを開いて、魂目覚めさせて、どこまでも悟りっちな人生を謳歌していくよ、わおわおわおってね、せっかくだからこの動画見たお前さんは、また腹に決めちゃって、って決めたら、後から現実がついてくるから、ね。時間は人によっては、かかるかもしれない。でね、すぐに気づいて緩む人もいるかもしれないけど、まずは決めちゃえばいいっていうことだけ、今日は覚えといてね、つってね。で、さらにもうこっから先わかんねえっていう方は、リゴットにカモンっていう感じですね。ヨッピーも今月いっぱい中は、3ヶ月のセッションとかね、受付申し込んでますから、今月中だけだったら、今月中までだったら、まあ、7月、8月とかで、ね、もちろんその3ヶ月のセッションだから、7月以降の日程も予約は取りますんで、ただね、7月に入ったらもう募集は終了して、7月いっぱいちょっと使って、8月からリニューアルの新しいメニュー、チャラサトリッチュライフを満喫するための個人セッションに切り替えるよっていう感じで、最後ご賞は行っちゃいましょうか。あ、行っちゃう。お前、ゴッド、まんま流引き寄せの法則伝授したっぺっていう感じで、かわいい子今日も、ドゥス。はい、今日の姫子の時間でございますね。まさか冒頭から噛みましたけども。あまりにも可愛いんでね、姫ちゃんのこのポージュが。何ですか、これ。あー、可愛いね、姫ちゃんは本当に。ね、前足をギュってしてるね、これ。いやー、もう姫ちゃんはずるいですね、このスタイルの悪さがね、個性であってね、愛くるしさなんですよね。皆さんもね、他人と比べて
自分のねまんまの姿を否定せずにまんまあ、まあまあ見てみてご覧くださいね。ちょっても魅力的でございますから。ああ伸ばしたねえ姫ちゃん、いけるな。はい、じゃあ最後はドアップの姫子で終わりたいと思います。ありがとうございました。